こんにちは研修館数学科の西村です11月に行われた新研模試高校1年生の解説を始めていきたいと思いますはい、この解説映像は標準編と発展編の方に分けておりますこの動画は高1の標準の方になりますので基本的な内容を確認したいという方に見ていただければいいかと思います 基本的な内容は大丈夫だという人は、発展編の方を見ていただければいいかと思います。標準編の方では、高校1年生の今の時点で、絶対に解けてほしい問題、大問番号でいうと、四角2番の注文の1と四角3番、この2問の解説をしていきたいと思います。それでは、早速始めていきます。 はいでは、四角2番の注文の位置に行く前に、少し優しめの例題から確認していきたいと思います。はい今表示されている例題ですが、こちら、皆さん、解けますか学校の定期テストレビューでもよく出題される内容だと思うので、まあ、もう覚えてるよという人は OK かと思います。この問題に対しての考え方は、大きく2個あるかなと思います。 1>, 1つ目は、x 足す y が3で、x かける y が2だから、まあ、いわゆる x と y についての連立方程式というところで、えー、解いてあげれば、x と y の値が求まるという感じですね。はい。まあ、直感で今回の場合は、1と2か、まあ、あるいは2と1という組み合わせかなというふうに分かると思うんですけど、まあ、心当たりに関しては、当てはめて成り立つから、その2つの数字しかないよと。 まあいう,ふうに断言するのはよくないですので、まあ、ちゃんと連立方程式を解いて、x と y の値を求めるという感じで回答してください。一、はいまあ、つ目の答え方としては、はい、y イコール3引く x を x かける y イコール2に代入ですね。はい、してあげると、 x 3 × 3く x イコール2、はい、という形になりますので、まあ、いわゆる x についての二次方程式の形ですね、はいまあ、展開してですね、はい、ちょっと順番を変えてあげて、はい、イコール0の形にして はい、そして二次方程式の基本は因数分解ですね、はい。ですので、x の値は1あるいは2という感じでちゃんと出てきますね。よって、x と y の組み合わせで言いましたら、x が1のとき、はい、もちろん y は 3−x なので2。 2のときは1というふうに出ますね。はい、あとはですね、x2 乗たす y の2乗のところに、今の2つの数字の組み合わせですね、これを当てはめてあげると。まあ、そうすれば、まあ、どっちを代入しても、まあ、5という感じで出てきますね。 はい、同じように x3 乗たす y の3乗の方に当てはめたら1たす8で、まあ、どちらに対しても9というふうに出ますねはい、まあ、これが一つ目の考え方かなと思いますはい、えー、連立方程式を解いてあげることで x と y の値を求めてそれを直接当てはめる形で計算するという流れですねはいただですね今この回答を見てて もっと早く解けるよというふうに思っている人もいっぱいいるかと思います。はいこの問題はもう一個発想があって、はい、テーマで言いましたら対称式と呼ばれるテーマですね、はい、対称式って何だったっけ対称式は x と y。 まあ、2つの文字を入れ替えても値が変わらないような式ですね。はい、例えば、x、x+y す、それから x かける y、まあ、そして今回の問題で聞かれている x2 乗す +y の2乗、x の3乗す +y の3乗は、どれもですね、x と y を入れ替えても式の形が全く変わらない、え対称式と呼ばれるえ、そういう式ですね。 はい、そして対称式の問題に関しては和と積の値が分かっていれば他の対称式の値をその2つの値から計算することができるという性質を持ちますよねその中でも2乗の足し算それから3乗の足し算に関してはよく出てくるのでほぼほぼ暗記レベルで覚えとく、まあ、そういう問題ですねはいですから ここ、ちゃんと理解して覚えてる人は、x2 乗足す y の二乗の方をですね、このように、はい、x 足す y 二乗マイナス 2xy というふうに、ね、変形できることを覚えていて、ここに、はい、8足したら3ですので、2乗して9ですね。あとは 2×2 で4なので、5という値が出てくると。はい。 x3 乗たす y の3乗の方は、はい、こうでしたね、x たす y の3乗マイナス三 x y、はいまあ、特に3乗の方が、ね、えっ、ー、が定着度が薄いので、心当たりはよく使うという認識で、ほぼほぼ丸暗記レベルで覚えてください。 はい、実際に計算するとこちらは9という形で出てくるかと思います。はい、ということで、2つの捉え方があります、えー。x と y の値を出してから直接当てはめるという方法と、x と y の値を求めなくても、式変形によって x、x す y と x×y の2つの値で計算をしていくよというふうな方法があるというところを認識して、まあ、この問題の場合はどちらの方が優しいかなって考えたら、 もちろん、対称式による変形である、解2の方ですね。こちらの方がやりやすいというふうに言えますので、今後はですね、左の回と解1ではなくて、解2の方で解けるようになってくださいね。はい。それでは、四角2番の注文の1の方に行きたいと思います。はい。では、四角2番の注文の1の解説です。問題。実数 xy があり、 x 二乗足す y の二乗イコール7、x かける y イコールマイナス1を満たしている。はい、このとき括弧一番、x 掛く y の二乗、x 足す y の二乗の値をそれぞれ求めようと。はい、ではまあこの問題なんですか。はい、さっき説明したようにですね。はい、この与えられた条件は x と y についての連立方程式ですので。 ここから x と y の組み合わせは何だろうなというふうに求めに行くという考え方もあります、はい。ただですね、今回のこの x と y についての連立方程式は解くのに少し時間がかかってしまう。できなくはないんですが、出てきた値もさっきみたいに整数の組み合わせにはならず、ちょっと解の公式によってね、最終的に得られるような形になりますので、 その後の計算に生かすっていうのも少しだけ面倒くさいところがあるというところで、うん、今回は、はいえー、その解説はしません、はい、もちろんできなくはないんだけど少し時間がかかってしまうのでよくない方針という感じで理解していただければいいかと思います、はい、では実際にどうやるのかなっていうところで、うん括弧1番の誘導がついているので括弧2番にも生かしやすいです 1、はい、過去一番、もうシンプルにですね、x 引く y の2乗、ここから問題に与えられている x2 乗足す y の2乗、それから x ける y という形に変形できないかなって考えたら、はいまあ、ただ展開するという方向が、えー、頭に浮かぶと、x2 乗足す y の2乗という組み合わせと、 それから x、x る y という組み合わせですね。はい、ここにそのまま値を代入してもらえれば、7引く2ナス1で、はい、9という感じで出ますね。同じように、はいえー、x たす y の2乗の方に関しても、 はいまあ、展開していただければ、はい、ここにね X 2乗 y の2乗という組み合わせと、はい、真ん中の部分にかけるというのが出てきますね。はい、ですのでここにまた7とス1っていうのを当てはめてあげれば、はい、5という値が出てきますので、まあ、これで括弧1番は終わりですね。 はい、では括弧二番の方に移ります。ゼロ小なり x 小なりマイナス y とする。x ひく y、x 足す y の値をそれぞれ求めよう。またこのとき x 二乗ひく y の二乗プラス二 x プラス二 y の値を求めようと。はい、また値が三つぐらい書いてますね。はい、括弧二番に関しては、はい、方向性としてはまず括弧一番 を利用するとはい、まあ、今後ね、えー、もしの問題とかでカッコ1カッコ2カッコ3と問題が連なっているパターンが多いですその時に前やった問題を次の問題に生かしていくということは非常に多いですのでその問題単独では考えないようにしましょう今回はカッコ1番で2乗の値を計算しているので1乗の値はそこから ルートを取ってて考えてあげればよいと、はい、ただですね、1個だけ注意しないといけないのが、符、は、号、い、に注意と。はいまあ、これまでね、いろんな生徒の回答を見てる形で、何も考えずにルート取って終了というふうな回答は結構見たことがあります。 し、はい、しかしですね、2乗の値から1乗の値を求めるときってプラスマイナスルートって取らないと本来いけないはずだから答えは2個考えられるんですね。はい、ただですね今回の場合はカ括弧2の頭の部分に0小なり x 小なりマイナス y っていうふうな対、えー、小関係が記されているのでここから x 引く y とか x たす Y の符号が決まってくるのではないかなというところをしっかり考えてあげないと、はいえー、答えの形が見えてきませんではどう考えればよいでしょうか、はい、まず最初は X 引く Y の方からいきますね、はい、今回0小なり X 小なりマイナス Y と書かれてるんですけどここから X と Y それぞれぞの符号がわかりますよね、はい、まずは x 大なり0、まあ、これはそのまま書かれてますよね。もう一つはス y も正の値であるというところを考えてあげれば y は負の値でないといけないと、まあ、いうことが分かりますよね。ということはですね はい、この x 引く y の値ですけど x がプラスの値で y がマイナスの値と今分かりましたので正の値から負の値を引き算しますから、はい、x 引く y は正の値と分かりますねはいこれが分かればですね括弧1番で2乗が9と分かっていたので 1一乗の値は3という感じで求まりますね。はい、ではもう1個ね。x+y すはどうだろうかと。はい、ここに注目しましょう。x 小なりマイナス y と書かれています。x 小なりマイナス y を少し変形すると。 x たす y 小なり0になるの分かりますかはい、まあ、要は右辺の y を左辺に移行してあげるだけですね。はい、ということで、x たす y は負の値と分かりますので、こちらは単にルートを取るだけではだめで、はい、えー、マイナスルート5の方が正解という形になりますね。はい、ここまでいいかな。 では最後ですね。x 引く y の2乗プラス2 x プラス2 y の値を求めようと。はい、ではまあこのように聞かれているわけなんですけど、はい、もちろんですね。x と y の値を今回直接求めていないのでそれを当てはめて計算するというのは違いますね。じゃあ何が使えるのかな っていうのを少し考えたときに、はい、今まで分かってきた、えー、出てきた値というのはあ、例えば問題文に与えられている x2 乗足す y の2乗、それから x る y これ以外に、今、括弧2番の手前で求めている x-y とか x 足す y、はい、現時点で分かっているのはこのあたりですね。 ではこの辺から計算できないのかなっていうのをちょっと考えてみたいとそうすれば、はい、この前の2箇所ですね x 二乗引く y の二乗というところに注目して今、はいえー、右側に4つぐらい式書いてますけどこの辺りで計算できないかなっていうのを考えたら式変形が理解できますねはいもちろん はい、2乗引く2乗で因数分解ですね。はい、x y かける x く y の形にすれば、はい、右の、ねはい A、値で計算ができるというのがわかります。そしたら、残りの部分 x、2x+2y プラスのところは、はい、ここは2でくくってあげて、x、x+y という値で計算すればよいと。はい、つまり、括弧2番の前半部分で求めていた値をそのまま当てはめれば、 計算ができるよというのが最後の問題でした。はい、ここの式変形がちゃんと理解できるかが勝負どころですね。はい、あとは値代入してもらって、はい、えマイナスルート5かける3たす2かけるマイナスルート5ということで最後答えとしてはマイナス5ルート5と。はい、ということで2番の注文の1説明はこれぐらいにしたいと思います。 はい、では引き続き四角3番の解説に移ります。四角3番は2次関数の最大値・最小値の問題です。かっ1番でも問われておりますが、最大値・最小値を求めるためには、まず平方完成というのができないといけません。まずちょっと練習というところで、かっ1、かっ2、かっこ3と別の問題をつけていると思います。 はいえー、次の二次式を平方完成せよというところでちょっとだけ練習したいと思います、えー、もう平方完成はさすがにできるよという人は、まあ、ここの部分は飛ばしてもらえればいいかと思います、はい、そもそもまず平方完成って何だったっけ、はい、平方完成というのは一般的に二次式 X 乗と X 乗の項がありますねこの2つのつ項を x く P の2乗の形でまとめてあげるというのが平方完成です。前に何か数字がついて何か残るというケースもありますので一般的に二次関数は A 括弧 X く P の2乗プラス9の形に式変形されます。はい、この形に変形すればついでに頂点の座標というところにおいては はい、p q というふうに読めますし a の値が正の値か負の値かというところで凸の向きがね、えー、決まってきますね、はい、では平方完成の練習というところでかこ1からか3はいサクッとできますかはいかこ1これ一番簡単ですね x2x はいこの式から 後ろに足す1っていうのがあれば x-1 の2乗という形でまとめられますもんねただし勝手に足し算するとダメだから1を引いといてあげると前3つをまとめて x-1 の2乗ですねはい最後に1が残っているので引く1はい平方完成は、まあ、このようにね足りない部分を後ろに補ってあげて えー、x 引く p の2乗の形で完了させてあげると、x 引く 2x、x 引く 4x とか、x 引く 6x とか、まあ、この類であれば、x 引く2の2乗引く4とかね、x 引く3の2乗引く9とかね、って感じで、えー、x1 乗の係数が2の倍数であればね、 この辺りはかなり優しいと思います、はい、ただですね括弧2番みたいに奇数がついていた場合はちょっと話が変わるねはい、まあ、なかなか後ろに何をつけてあげればいいのかっていうのを思いつくっていうのは少し難易度が高いですからここは平方完成の一般的なやり方っていうのをしっかり覚えといてあげましょうねはい後ろに追加する数字なんですけど この x 1乗の係数で決まってきますね。はい、後ろに足すものは、ここの、はい、半分の値にして2乗すると、つまり今回3だから、半分は2分の3ですね。の2乗とあ、つまり4分の9ということですね。 はい、ただもちろん同じものを引いといてあげてくださいはいこれで前3つの部分がうまいことまとまってくれるんですねはい x 二乗と二分の三の2乗ここね4分の9とせずに二分の三の2乗と残しておくとやりやすくてそのまま x と 2分の3を書いてあげて、括弧2乗としてあげれば OK です。はい、中の符号は、え引く 3x というのが出てくるので、マイナス。ここが足す 3x であれば、足すという形にしてあげれば OK です。はい、残りの部分は2乗を外してあげて、4分の9としてください。はい、ということで、これで平方完成完了ですね。 はい、最後にですけど、かっこ番、2x の2乗プラス 5x になったらどうかと、はい。これはですね、まず x 乗の前の係数は1にしてあげないと、平方完成をすごくやりにくいので、まずは2乗の前に1以外の数字が書いてあったら、はい、2でくくってあげてください。 はいそしたら2分の 5x になりますね。はい、くくった後はやり方は同じ x1 乗の前の係数が2分の5ですのでそれを半分にして2乗これを足すんでしたねはいこれの半分の2乗というのは 4分の5の2乗とということですね、はい、もちろん引いといてあげましょう、はい。というふうに式変形して、はい、もう3回目だからいいかな。はい、前3つの部分で、2かっこ x プラス4分の5の2乗という形にしてあげれば OK です。 はい、残りの部分なんですけど、えー、今回2で全部くくっちゃってますからこの2と、えー、前にマイナスついてるのを忘れないようにして、えー、4分の5の2乗ですねこれを掛、はいえー、け算して中括弧の中から外に出してあげてください。はい、そうすれば 2×16 分の25という形で、えー、外に出てくると思うので。 はい、ここはしっかり計算をしてあげてマイナス8分の25という感じでやってあげてください、はい、では3つぐらいやりましたが、はい、慣れてこればですねカッコ2番とかカッコ3番もいきなり答えが書けるようになってくると思いますから、はいまあ、こんなに丁寧な式変形は求められません はい、まあ、ただですね、平方完成に失敗すると、2次関数の問題はもう絶対合わなくなってしまうので、はい、あのまあ、自分の実力に応じて、まずは最初は丁寧にゆっくりでもいいから、間違えないようにして、式変形するという訓練をしてください。慣れてくれば、えー、ここに時間をかけていれば、なかなかね、後ろの問題に時間が使えなくなってしまうので、平方完成はテキパき、そして正確にというのを求めて、まあ、スピーディーにやれるようになってくださいね。 はい、ではね、えー、すみません、括弧1番がかぶってややこしいですけど、四角3番の括弧一 y=fx のグラフの頂点の座標を a を用いて表せについて答えていきますね。はい、今回、fx は、x2 乗引く2括弧、a プラス 1x、プラス a の2乗プラス 2a、マイナス1。 はい、このような形で与えられています、はいえー、頂点の座標と言いましたら平方完成形ですね。で見てあげないといけません。今回は A という文字定数も入っているのでここが平方完成をね少し、まあ、皆さんを苦しめるところですね。はいまあ、途端に文字が入ってくると同じ作業ができないっていう人がいるんですけど平方完成って どんな形が出てきても必ず同じやり方で解くことができますので、はい、さっき言ったことを守ってやってください。はい、ここでしたね。はい、これの半分の2乗を後ろに追加してあげればいいんだと。はい、ということは、はい、今回2括弧 A プラス1、これの半分は a プラスですよねですから a プラスの2乗というのを後ろに追加してあげると、はい、ここからですねはい半分の2乗である a プラスの2乗というのを後ろにつけてあげるただ、はい、勝手に足しちゃダメだから同じものを引いてあげる後ろに a2 乗足す 2a-1 っていうのがついてるけどこれは最後に足しといてあげれば OK えー、さっきの平方完成練習では定数項なしでやりましたが定数項は平方完成をするにおいて、まあ、特にね気にするところではないので、まあ、最後に後ろに飾りみたいなレベルでついてるというふうに思ってもらえれば OK ですはいそして前3つの部分ですねはいここの部分で括弧の2乗の形で閉じることができますので、はい、今回は はい、こうなるかな ?x−a+1 の2乗ね。a+1 に括弧つけといてあげてね。はい残りの部分は−括弧 a+1 の2乗を展開して同類項をまとめてください。そうすれば、引、は、く、い、2。a と a の2乗の項が全部消えてくれるので頂点の y 座標に a が入ってきません。はい、ということでですね括弧1番の答え。 頂点の座標は A たす1マイナス2。はいこれが答えになります、はい、ではいでは括弧で番よろしいではょうかはいでは括弧二番の問題に移りたいとはいます括弧二番の問題は最大値最小値が関連していますはいこの最大最小問題というのが 高校数学に入って一番の山場でありここが理解できないとこの先の数学の勉強にも大きく関わってくるようなところになりますはい苦手と感じる人が初めは多い内容になりますけども高校1年生で出てくる問題の中では超重要内容になりますのでこのカッコ2番の問題がちゃんと解けるようになってくださいねはいまずはちょっと練習というところではい文字 A っていうのが入ってきた際 A の値によって最大値、最小値が変わってしまうというところがありますね。はいえー、問題にも、A は定数とすると書かれておりますが、この文字になっている定数というのを文字定数と呼び、文字定数は、はい、あらゆる数の代表という認識を持ってください。 あらゆる数の代表本当は数字なんですねはい、ただどんな数字が入っているかわからないよという形で代表して文字になってるんですあらゆる数の代表ということははい、え答え A の値によって必ずこの答えになりますよというのが1個に確定すればいいんだけどものによってはパターンが変わるよとものによって全然違うパターンになるよというときは 話を割って考えないと答えがおかしいことになっちゃうんですねはい文字定数っていうのが登場したら基本的に A の値でパターンが変わると場合を分けて考えないといけないということが大半を占めますのでそのあたりを考えてあげるというところが大切になりますでは実際グラフを動かしながら最大最小はどのように考えればよかったのかというところを確認していってください はい、今、えー、下の方に、えー、放物線の図とでそれから縦棒で黒い線が2本引かれてると思います、まあ、ちょっと何のこちゃ分かりにくいと思うのでこの縦棒に引っ張った線は今回の問題でいうと x=1 イコール1と x=5 イコール5、まあ、つまり定義域ですね、はい、この1と5の間のところで f x の最大値最小値、まあ、つまりこれは放物線で言ったら y 座標になるところねはい y 座標の大きい値小さい値を考えていくとでそれから赤色の線で引っ張ってるのは今回で言うと x イコール a+1 ですかねはい、まあ、つまり軸を表しています はい、この軸の位置っていうところが非常に重要になりますので赤色で引っ張っています、はい、では動かしていきますね最初は最小値の方から考えていきましょう、はい、どこが1と5の間で一番 y ズ表ちっちゃいか考えていってね、はい、ではちょっと動かしてみました、はい、動かしてみましたどうですか今現時点ではちょっと右側がちょん切れているので、えー、グラフ見にくいですけど はいえーと X、のところがこう1ですね1のところが小さいですねこっから右上に上がっていってるだけだから、X、イコール =1 のところが最小であるということが分かりますね、はい、さらに動かしていきます、はい、まだ、X、イコール =1 のところが最小をとってるところ、はい、ここまで来ても変わらないですねもう少し動かしていって、はい、ここまで来てもまだ、X、イコール =1 のところが一番小さいですね、はい、ただですね はい、えこの辺りに入ってくると x イコール1のところよりも x イコール a+1 ちょっと微妙なんで見づらいですが、えー、頂点の y 座標のところがエリアの中に入ってくるので、はい、ここが一番小さいとここころになりますね、はい、ここからさらに右に動かしていきますね、はい、しばらく x イコール a+1 のところが一番小さい値であることが変わらないですね はい、そして、はい、この辺りまで来てもまだ変わらないんだけどこの線を越えたところで x イコール a+1 がエリアの外に出ちゃいますので、はい、この段階で x イコール a+1 が最小ではなく x イコール5のところですね、はい、この部分が一番 y 座標が低いところという感じで変わったということが分かります、はい。もう一度やってみますか。 はい、こっち側から動かしていってまだ x イコール1のところがずっと小さいですね x イコール1のところがずっと小さい中ではい、この a+1 すの線が x イコール1を超えたところで頂点の y 座標が最小値をとるというのがしばらく続きはい、x イコール5の線を超えたところで x イコール5のところが一番 y 座標が低いという形で変わりますはい、ですから 軸のところが x=1 イコール1、まあ、つまり左端ですねそして x=5 イコール5つまり右端ですねはいそこを超えるか超えないかというところで最小値が変わってくるんだという認識が取れましたね、はい、では次に最大値もやってみましょうか、はい、では次は、えー、x=1 イコール1から5の間のところで y 座標が一番大きくなっているところを確認してください はい、まだ、あ、ま右がちょっとちょん切れているので見にくいですけどはい、軸がこの辺りにあれば、えー、このあと右上に上がっていってるのでこの x イコール5のところが一番 y 座標が高いという状況がはい、これずっとしばらく続くと思います、はい、この辺で書いてもらうと分かりやすいかなはい、えー、x イコール5のところが一番大きい値と OK?、はいここ はい、さらに右に動かしてエリアの中に軸を入れても今回はですね最大値を考えてるからまだ x=5 のところがこの1から5の区間の中だけで考えると一番 y 座標が大きいですよねはいじゃあもうちょっと右側に動かしていきますけどはいこの辺りまで来ましたはいこれまだ x=5 のところが一番大きいですね もうちょっと動かしてはいこの辺りでどうでしょうかはい今これ x=1 イコール1と x=5 イコール5がちょうど高さ同じぐらいのところにありますよねはいこれよりもさらに右側に動かしたらどうでしょうかはいついに x=5 イコール5のところよりも x=1 イコール1のところの方が y 座標が大きくなりましたので はい、さっきのですね、えー、ここの段階から、はい、こっち側にずれると最大値を取る、X、の値がどこになるかが変わってきますね。はい、ここからしばらくずっと動かしていてももうずっと x=1 のところが、はい、ここですね x=1 のところが y 座標が高くなりもう変わることはないですね。はい、ということでもう一回動かしていきますね。 はい、x イコール5のところがしばらく高いんだと、x イコール5のところがしばらく高いんだと、軸が中に入ってもそれはしばらく変わらないよと、どこで変わるんだって言ったら、はい、ここですね、ちょうどこの a+1 が x イコール1と5のちょうどど真ん中に来たところで、y 座標が左右揃い、それを超えた瞬間に、 x イコール1のところの方が y 座標が高くなってもうそこからは何も変わらないよと、はい、いう形になりますね。はい。ということで最大値最小値の考え方最小値は x イコール a+1、まあ、つまり軸のところがこのエリアの x イコール1と5のところの前後で話が変わってくるとそれから最大値は そのちょうど真ん中ですねつまり今回の場合はこれが x イコール3になるのかなちょうど真ん中は x イコール3になると思うのでこの x イコール3の前後で話が変わるんだということが分かりましたね。はい、今の話を次のページでまとめてから括弧2番の答えにいきたいと思うので、はい、次の内容をしっかり分からない人は写しといてもらうといいかと思います。 はい、それでは先ほどの内容をもとに最大値最小値の考え方をまとめていきたいと思います。最、はい、最大小いまず最大値最大値は、はいえー、区間があるとしてこれが左端の値これがまあ右端の値そしてちょうど真ん中に中央線を引っ張っておきますね。 はい、中央の線を引っ張っ張ておきます、はい、この時この中央の線の前後ですねはい、まあ、ここで話が変わりますのでパターンは1つ2つという感じで考えれば OK ですこれが、はい、ちょっとマックスって書きますが最大値ねはいそれに対して最小値の方に関しては はいえー、区間内に軸が入るのか入らないのかというところで変化しますのでとミニマムと書きますが、はい、最小値は大きく1つ2つ3つ、はい、つまり区間の入り口と出口のところで変化しますね。はいまあ、まとめれば 区間の入り口と出口と真ん中の3か所がどちらかが変化するポイントであると、はい、いうことで、はいえー、入り口、出口、真ん中で変わるんだと、はい。もう最悪これだけでも覚えていればどこでパターンを分ければいいのかと。 いう目安は取れますので、はい、入り口出口真ん中の3箇所で変化するんだという理解で言ってください、はいまあ、ちょっと嘘にならないように今書いた最大最小の場合分けは、はい、これは、えー、下に凸な放物線の場合のお話ねつまり x2 乗の係数がプラスの値ってことですね、まあ、逆に上に凸 x2 乗の係数が 負になったらですね、上下の向きがひっくり返るので、最大値と最小値の場合分けの仕方が反転するだけ。ですから、場合分けの仕方に特に変化はありません。はい。ということで、これが最大最小まとめです。はい。まあ、ここだけちゃんと覚えておいてもらえれば、最大最小の問題は非常に解きやすいものになると思います。さあ、ではこの内容をもとにですね、 括弧2番のの回答の方に行きたいいと思います、はい、では、2番なんですが、はい、1以上5以下における fx の最小値が、えー、マイナス2となるようなそのような a の値の範囲を求めようと、はい、とりあえず前半部分なんですけど、はい、括弧1番の結果から軸が x イコール a+1 で 頂点の y 座標が2になるとこれが y イコール fx のグラフであるというところでしたね。今回ですね、最小値がマイナス2って書いたのね。マイナス2っていう値って、これですよね。頂点の y 座標。つまりですね、軸の位置で最小値を取るというのが今回与えられた条件になってくると。 OK えー、軸のところが Y 座標、X イコール、えー、A+1 のときに、Y 座標がマイナス2になると、逆にマイナス2になるのはそこしかないので、X イコール A+1 が、区間の中に入ってくることが条件になる。ケ、OK、ー軸が1以上5以下にあること。 が条件ですよと。はい、よって、はい、今回、軸 x イコール a たす1ですので、a たす1が1以上5以下になることが条件ですよと。はい、あとは1を各辺から引いてあげて、はい、a の範囲は0以上4以下になると、はい。前半部分はこれぐらいで終了ですね。 はいまあ、一つ引っかかることがあるとするならばここですねはいえー、とイコールをつけるのかつけないのか問題、まあ、つまりさっき場合分けの仕方は最大値は真ん中前後で変わるよと最小値は左端右端のところの前後で変わるよという感じで言いましたが、はいえー、イコールつまり軸がぴったり x イコール1あるいは 軸がぴったり x イコール =5 のところにある時はどのパターンに入れてあげればよいのかと、はいまあ、この辺りは学校さんの方でも学んでることかと思いますが、えー、そのちょうどね、えー、切り替わり目になるところはどちらに含めてもらっても構わないつまり x イコール =1 は最小値で言うならば1つ目のパターンと2つ目のパターンのちょうど境目なのでどっちの場合分けに含めてもらっても構わない ですね、で逆に言えばどっちに含めてもらっても構わないので軸がぴったり x イコール1のところにある時っていうのはちょうどその軸の位置で最小値を取っているというふうに言うことができますのでここはイコールをつけてあげないと逆に罰されます。同様にですね軸がぴったり5にある時。 これは2番のパターンと3番のパターンのちょうど境目になるのでどっちに含めてもらっても構わないんだけどどっちのパターンにおいても成立するのではいつまり軸がぴったり x イコール =5 のところにある時はその軸のところで最小値をとっているという認識が取れますからイコールをつけてあげないとはいここは丸してもらえませんね。さあではもう一個の内容です。 はい、次は最大値ですね。最大値が6となるような a の値これを求めなさいと、はい、では最大値を求めるなんですけど、はい、最大値は、はい、これね次は場合分けしないとダメやな、はいえー、ちょうど中央のところでパターンが割れる今回中央は x=3 イコール3ですので 1>, はい、1つ目のパターンとしては、はい、その3よりも軸 a+1 すが小さいところにあるときつまり a の値で言えば2より小さいときですね、はい、a が2より小さいとき、はい、このときは はいまあ、分からなければ図を書いてもらったらいいちょっと左下の方に書きますね1と5があって真ん中に3があるねこの3のところよりも左側に軸があるのでこの辺に軸がありますからグラフとしてははいざっとこんな感じねですから最大値はここやね x イコール5のところという感じになります。はい、えー、最大値は x イコール5のところの y 座標ですから f5 という値が該当します。今最大値が6と言っているので、はい f5 イコール6というのが条件になります。 f5 の値は直接代入して求めてください。はいえー、平方完成した後ではなくて、元の問題の fx の x に入れると、計算はやりやすいと思います。はい、実際求めると、a2 乗引く 8a プラス14あ。こう出てくると思うので、これが6、はい。あとは6を左に移行して、解の公式ですかね。解の公式を使って、a の値を求めると、 A は4プラススマイナス2 2、はいという感じで出てきますね、はい、ただですね、はい、場合分けしたときに覚えておいてください今回 A が2より小さい時で始めてるんですね出てきた値が4プラスマイナス2ルート2はい、えー、この範囲に該当しないと答えと言ってはいけないというのがありますので はい、最後にちゃんと確認してください今回 a が2より小さいからはい4 2 2プラス2ルート 2+2 ルート2の方はダメですねはい全く同じことを次は、えー、軸が3より右側にある時っていうのをやってくださいはい、えー、さっきね a+1=3 を含めなかったのでこちら側にイコールをつけといてあげてくださいね はい、あとは同じような感じなので、まあ、ざっと書いてきますね、はい。a が2以上の時に対して、はい、最大値は、はいえー、f1 の方に変わります。はい、f1 の値が6になる時を考えればいいので、はい、実際に計算すると A の2乗2ってなりますつまり a の値がプラス,マイナス2ルート2とわかるので。 はい、また忘れずにちゃんと a'2 大なりイコール2で考えてるから a の値は2ルート2の方を正解に書いてくださいね。OK? はい。範囲が2以上ですのでちゃんとその範囲の中で書くこと。はい。ということで最終的に a の値は2つ。a=4−2 ルート 2, 2と a=2 ルート2を答えにしておいてください。はい。 えー、ここでの解説はここまでにしたいと思います。カッコ3番の解説は発展編の方で紹介しようと思いますので、まあ、そちらの方が気になる人は発展編の映像も見ていただければいいかと思います。はい、それではお疲れ様でした。